おむすびクラブにようこそ。米粉だけじゃなくおからパウダーを入れることでタンパク質や食物繊維も取れます。おからっぽさがなくてヘルシーなダイエットにぴったりなケーキを作りました。今回は菊芋粉を大さじ2杯入れましたが、こちらはなくても大丈夫です。米粉が 50g、 生のおから 200g、 卵が1個、バナナが後で1本追加しますので合計で2本使いました。こっちの先っぽと尻尾もちょっと切ります。捨てます。で、手で切って、これを潰します。かなり熟してるバナナなのですぐに潰れます。ここにおから、米粉、菊芋粉、卵、一応ここで溶きます。バナナもう1本入れます。合計でバナナ2本にします。こっちを取って、ちょっと手で潰しながら入れます。最初はこのヘラで全体混ぜます。以前筋トレする息子がこれ作ってたんですが、同じように今回は丸めて、スコーンのように丸めて焼いていきます。どっちかっていうとキュッとじゃなくて軽くふわふわっと丸めて置いてます。焼けました。美味しそうに焼けました。
しっとりしてます。いただきます。うん、バナナの味がしてしっとり、もちもち美味しいです。